僕はいつからこういう人間になってしまったんだろう。どうもボブキングです。今日はですね、スマブラとマリオメーカーのコラボということでなんとなく予想できてた方いるんじゃないかな。いかにもっていう感じのコース作りだったもんな。スーパーマリオ状態でボブ兵に当たって即死なんてするわけねえじゃんかはい、それじゃあ今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、This is a ホジャロールトロールレベルということで、これは愉快なトロールコースということですね。まあ制作者さんが言うぐらいだからめちゃめちゃ楽しいトロールコースを期待してるぜ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.74% で、最近僕思うことがあるんだけど、動画のテンポがめっちゃ速くなってきてるような気がするんだよね。そのせいでみんな見にくくなってるみたいな。どう知らねえよ一人で考えろそんなことは。あ、ここ床なのね。じゃあすぐ土管に入っていこうか。土管に入れませんね。開幕バブル。あね、ライブとかだったらもうちょっとテンポ遅めでおとなしめにやってってるんだけど、音量調整ができないからさこういうしょぼねえ罠に引っかかんだって。だから今ライブをやってるような感覚で撮ってっていいかな。そっちの方がみんなに対して見やすい動画を提供できるかもしんない。あ、ゆうたくんって言うんだね。はじめまして。高評価、チャンネル登録、そしてスパチャお願いしますこんなの言ったことで、あごめんね。僕ってさ、マリオしながらコメント読むの難しいからさ、大事なところはモデレーターさん控えとって後で僕に教えてください。ちょっとコメント読んでいいかな。あ、赤スパ来てんじゃん。え、ゆうたさんもうさっきの冗談じゃん。ごめんって投げさしてさ、18,800円。こんな大金僕まさかもうやめよう。動画クオリティになってる。全然ライブっぽくない。ライブじゃもうちょっと本当におとなしいんだよ。ライブ来た人とかさ、ピオキングって全然叫ばないじゃんみたいな、そんなん言われるんだけど、しびれてる。動け動かんかー。そろそろみんな僕の絶叫を聞き慣れてきたんじゃないかな。もうかれこれ1年は叫んでると思うからさ、最初は斬新だなって思ってた絶叫も今じゃ聞き慣れてただのうるさい人になってるみたいな、まあ、そういうのよくあると思いますいや、これどうすればいいの。あのブロックが倒してくれるっていう感じね。だから今から静かにやっていこうか。たまに静かになった方が面白いっていうことよくあるよね。何が出そうになった今いや、いつもうるさい人がさ、黙るとちょっと面白く感じるよな。あ、今度靴出てこないね。じゃあこのどっかに入ってるいい加減にせんかー。このコースはタイトルにあった通り本当に愉快なトロールコースっていう感じがするような、めちゃめちゃ楽しいよ。からかい具合がちょうどいいな。はい、どうもこんにちは。そしてこの葉っぱは取らしてはくれないけど、奈落行きですか。そういやさ、今月と来月スーパービッグイベントがあるね。今月はマリオの映画が出るし、来月はゼルダの新作が出るんだよ。マリオのムービーは結構見に行く方多いんじゃないかな。この動画を見てるってことはマリオが好きっていうことだと思うからさ、で一緒に映画見に行った人とさ、その後ご飯とか食べるとめっちゃ面白くない。あそこどうだった。あ、お前隣でクスクス笑ってたもんないや俺そこ泣いてねえわみたいな、そういうのめっちゃ楽しいよね。っていうかこれはもう引っかかった感じなんじゃないの。いや、いけるはず。あの葉っぱがないのが実が正解だ。ここだー。ゼルダの新作もさ、僕めちゃめちゃ大ファンで、ゼルダの新作出たら1ヶ月ぐらい動画投稿やめていいかなそんくらいぐらいマジで集中したいんだよな。オッケーオッケー、取れたね。まあ当たってしまったけど、あ、ここはチビになっていけっていう感じで、ごめんね、しょうもねえ雑談ばっかりしちゃって。もうやめるわ。帰れ。もうさっきと違うパターンやめろって。さっきと違うパターンでいいのは、好きな女の子に告白してごめんなさい、あなたとは付き合えないの、やっぱ嘘って言われた時ぐらいだよ。その時にさっきと違うやんなんだよお前は邪魔すんな。絶対ファイヤーいるパターンでしょこれ。いや、やっぱりデス起きたか。っていうことは一旦戻ってさっきのオープニングやられろっていうことなんじゃないんですかね何この人スパラなんて投げた。やばいやばい、またしょうもない雑談を喋ってる。もうちゃんとゲームのことだけに集中しよう。お前の雑談なんて誰も聞きたくないんだよピオキング。そしてここの靴普通に取らせてくれんのかい。あ、取らせてくれたな。そんで上に行くみたいな。え、ここなんか簡単じゃない。ヨーって書いてる。ヨーヨー。そして左下の土管は入れないと思うんだけど、パウかなんか降ってくるんかな。あはは、パウを持ってるっていう感じで綺麗なメリーゴーランド。ここさ、左の土管があるじゃん。チビになっていけとかありえそうじゃない。え、どっかでパウ持てると思うんだけど、マリオのイメージわからんくね。え、全然見えない。あ、
ちょっと見えるな。今一番左上のところにマリオの足があるの見える。ここでパウを落として土管に入っていく。頼む、ファイヤーマリオのままで行くで、当てて。どうせここでチビにさせてくれんのね。あのパウブロックは怪しすぎる。一体隠しブロックが何か見ておこうか。ないみたいだね。だからパウブロックを持った瞬間すぐ左、これでいいんだろ。まあまあ、一旦パウ投げておこうか。どうなるか見ておきたい、この先。あー、なるほどね。あのデカクッパクラウンがこっちに来るってことか。まあ一回引っかかったけど、これでチャラだね。キモ。パウを持つ、ブラパ倒す、そしてすぐに上に行く。誰よりも人国に行け、マリー。イエス、毎晩ここでパウを投げる、そして上に行く。なんで隠しブロック出てきたよな。鉄球かなんか、もしかして。あー、ボブ兵が出てきたのね。ていうか今いい具合。あ、これいけんの、これ無理じゃね。頼むってどけで、ちょっと隙間あるじゃんか、そのプロペラとか。そこに入ってくれ、マリー。なんだその顔は。ここどうすればいいんだろうな。右のパウブロックを持って、分かった分かった、はいはいはい、ここ先にジャンプして隠しブロック出すじゃん。でボム兵がブロックを壊して、ここでパワーブロックを持った瞬間上に行けばいいんじゃない。でこれパワーブロックいるのかな。いらないって書いてるよ。どうなんだろう。まあまあ、じゃあ一旦ここに置いておこうか。あとですぐ取りに戻れるようにさ。いやー、パワーブロック持ったままだったらここまで上がってこれないよな。そしてここはどうすればいい。左を失敗してみる。あえて僕は左を失敗するよ。右の土管なんて入れない。え、合ってんじゃない。頼む、どうなるんだ。いや、合ってないですわ。この制作者さんはさ、プレイヤーが左を失敗すると見越してあそこに土管を置いたの。それってめちゃめちゃ天才じゃないか。じゃあこの辺に土管があったよね、ヒント的に。オッケーオッケー、中間取らせた。左を失敗しても中間感だよ、僕は。怒ったもんね。僕はもう中間なんていらないもんね。さあ、ここは左を失敗したらさっきの中間が取れるんじゃないのか、頼む。いや、こっちで合ってんのかな。てっきり中間に繋がってると思い込んでた。うわ、中間取れねえか。あの中間どうやって取るんだろうな。じゃあここの、からの甲羅取ってヒップドロップすればいいのかな。本当にな、怪すぎる。一旦上行ってみる。合ってんじゃないの、これ。上行くことでオンオフすることが実は違いますよみたいな。このボムバカしねえのか。あっ、じゃあ左を失敗してもダメだったから右を失敗してみる。あ、右を失敗でいいのか。シャッシャッシャッ。さあ、中間は取れたけど、さっきと違う罠があるんじゃないのか。ここ一ウェイジが来て、なんか上から降ってきたんだけど、さっきバネだけか。あ、さっきと罠は変わってないみたいだな。そんでカロンの甲羅を履いてヒップドロップしてはダメ。あ、分かった分かった。多分ね、カロンの甲羅履くのはいいんだ。でこの辺でヒップドロップしたらいいんじゃない。多分それで音が変わるでしょ。これで先に進めると思うんだけど。オッケーオッケー、冴えてる冴えてる。そしてここは死んだふりでいいのかな。死んだふりしてみる。いや、レールに乗ってちゃんとしろ。ここで死んだふり。ダメ。皆さん知っての通りですね、私これまでかなりトロールコースをやってきました。ただ今回のトロールコースさ、あんまり見たことないような仕掛け多いよな。バグを使ってるわけでもなし。ここ上行ける。隠しブロックとかないよな。頼む。オッケーオッケーオッケー。じゃあカロのコーラ捨てていい。これ乗っていい。いや、でも乗らないとここヒップロープできないもんな。怖え。あ、ここ床があるので一旦上行こうか。そしてもう一回乗る。このパックン倒せたっけ。倒してみる。あー、もう下行けないか。じゃあここでヒップドロップ1回だけするよ。そして、いやいやいやだー。子供か。ここ下を失敗でよかったのか。下を失敗した方が罠に引っかかるっていうパターン結構あるからさ。じゃあこれは履いたまんま土管には入れない。じゃあこのチビマリオのまま土管に入っていきますか。そして次はオンオフ。あとぐるっと飛んでくるとか、そんなことはないよな。いや、一旦ガードしておこうか。そしてこのトゲメットが出てきて、クッパクラウンも出てきたんだけど、あのクッパクラウン乗れっていう感じなんじゃない。でこのクッパクラウンちょっと邪魔だったけど、乗って下に行くみたいな。右は多分行けないよな。あ、これで合ってる合ってる。ここそんなに引っかかる要素なかったよ。トゲメット戻ってくんなよ。オッケーオッケー。さあ、ドアに入っていきましょう。そして次、あっ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 
やろやろ、何が取れた、ダブルメリーゴーランド。いや無理だって、急にこんなの来られてもさ。じゃあ左を失敗したら抜けれたわ。そしてこの上に行って、どうしよう、どこ叩く。まず叩くのか左に行くのか、とりあえず一旦全部叩いてみようか。鼻おやじ、もう行っちゃう行っちゃう、あんな鼻おやじ無視してすぐ左に行っちゃう。そしてオンオフを叩いてすぐ左。いや絶対合ってるよ、これでいい。そろそろゴール、この下にありそう、どっかにありそうじゃない、ここ。したとくさ、オンオフして実は何もしなかったのゴールがあるみたいな。くっそ、あのバルクラウンが。こっちは何なんだ、もしかしてチェックポイントを戻しって書いてる。頼む、チェックポイント戻しだけはやめて。いや、長いことトロールコースをやってるとね、どこにゴールがあるとか大体分かってくるのよ。だが僕はここどうやってゴールするか全然分かってない。どうすればいいんだ。ここちくわブロックがあるってことは、このちくわブロック落としておいて、このオンをすればいいってことか。やったいや、このコースの作り本当にうまかったね。この方のコース初めてするんだけど、他のコースも探していこうかな。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー210ということで、久しぶりにスーサソさんの砲台コースだね。で今回砲台が仕方に設置されてるんだけど、どんな球の出方してくるんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.96%。 もうあんな砲台の設置の仕方してたらさ、美しいと思うよ、球の出方がさ。それを見るのがめっちゃ楽しみなんだけど、もはや感動すら覚える出方をしてくると思ったけど、意外と普通。そして時間は10秒しかないのね。もっと密集度あると思ったけど、意外と隙間あんのね。右下はね、道が塞がれてるから左上から行くしかないと思うんだけど、意外と隙間があるから簡単に行けちゃうんじゃない。これでゴールすればいいでしょ。タバ邪魔すんだ、タバ。いけるいけるぞピオキング。クリア率の割にそんなに難しくないぞこのコース。バレプリバレプリバレプリバピョン、チチクテチクベチクボチクベ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 ブレブレブレ、ここでヒップドラップからのバーン。もうキモい子はやめます。キモいのとか誰も求めてないでしょ。多分ね、キモいのとかに壊れてる自分を求めてるみたいな、そんなわけわかんない人がいるんです。たまれすぎですぎ、控えろ。ちょっと真面目にやります。このくらいの難易度だったらちゃちゃっとクリアしていきたいね。ていうかさ、動画で壊れが足りなかった時があるじゃん。そん時ピオキングさん風邪ひいてますって言うのやめてもらっていい。僕だってね、たまには普通にやりたいのよ。普通にやらして、ゲームをね。ゲームってさ、これながらやるもんじゃないのよ。やったー。だから氷が少ない日はあるかもしんない。てかみんな氷に慣れてきてる。絶対慣れてきちゃっちゃ、もっと刺激をくれって言ってるんでしょ。麻薬じゃねえんだぞ僕は。だからこれ以上重くならないうちに早く病院に行ってこい。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。